吉田さん、AKB、神セブン、前田敦子。このキーワード、どうですかね。まあ、ベストキットってのも、結構古い映画のような気もしますし、最近、ジャッキー・チェーンがやったね、映画ももう3年、4年前ですよね。ジャッキー・チェーンのベストキットも。どれも素晴らしい作品だったんですけども、確かね、ベストキッドも、まだインターネットやスマホがない時代の映画だったですよね。まあ、時間っていうのはあっという間に過ぎますよね。というところで、神セブン。 前田敦子 AKB っていう話をしますけどもえ私がね広島でそのアイドルさんを支援する活動をしてきたのっていうのは2012年ぐらいつまり10年前ぐらいからなんですよでそれから毎月毎月アイドルのイベントを、まあ、やってきてですねで時にはその電子書籍やスマホアプリっていうやつで広島のアイドル活動を見に来てくれませんかみたいなことも言ったんですけども結局は小寿舞というねであっという間に時間が過ぎて今に至るわけなんですけども あれ10年前ですかね前田敦子さんがあのこれから前田敦子のことは嫌いになっても AKB は嫌いにならないでくださいっていうふうに卒業したのはねでそれから前田敦子さんって今ねもうどこの誰か分かんないような存在になってますよねこのぐらい時間ってすごく早く経つんですよでベストキットって今でも続編が出てるから昔の作品が見られることにもなるし私もね久々にベストキッドの,のファーストシリーズを見たりとかしてまあやっぱいいなと思ったりするわけなんですけども今の社会情勢とだいぶ変わったなと思いますよね まさにねジャッキー・チェーン見ていてジャッキー・チェーンがね今ね師匠になってるわけですよねで私の頃のジャッキー・チェーンってのはそのどっかから出てきた怪しいおじいちゃんがなんか師匠でそこにいじめられながら鍛えられて最後ね悪党を倒すみたいなストーリーでジャッキー・チェーンがまだね20代くらいで若者だったんですよねで今もジャッキー・チェーンの顔はあんまり変わんないような気がしますけどももうおじいちゃんの年齢ですからね時間ってのはあっという間過ぎますよねさあ前田敦子が卒業してからピタッと10年経ちましたけども 10年間何をなしたか何をなさなかったのか振り返ってみるとちょっと恐ろしい気がしますよねあの23年前の二三年前のね自分の映像を見ても若いなって思うわけですよ日々こうやってカメラを目の前にして喋ってると感じないんですけども確かに私は年を取りました年を取っただけのことは残してきたんじゃないかなと思いますし即下塾ってものを始めなければ世界に散らばる1000名以上の塾生さんと出会うこともなかったと思いますお問い合わせレベルで ものを言うんだったら、私の動画に集まってきた人、多分1万人とかになるんじゃないかなと思いますけどね。いや、一度でも私の動画を見たことがあるよっていう人に関しましては、もう10万人を優に超えてると思います。まあ、ナイトライダーの動画もありますんでね。あれが50万再生を突破してるんで、あれ関係のやつでも、ちょっと集めると100万再生になるわけですよ。100万人対、即可塾、久保哲郎。ね、そう考えたら、本当にとてつもないインターネットの時代っていうのは、可能性を広げるなと思いますよね。 で今私が付き合ってる人って YouTube から出会った人ばかりなんですよで最近ね古民家とか豪邸っていうものにキーワードを入れてで家が欲しいなと思うんですよもう豪邸で古民家のやつがね、うん、そういうのを見てるとそういうのを発信してる人もいるんですよねしかもたくさん地元の古民家をこうねいろいろ取材して回る人それ不動産屋でもなんでもないんですよ趣味でやってるんですよ でもその人に私がその家の案内を頼んだら多分そこにギャラが発生すると思いますしその人も不動産業者ではないんだけどもそこに仲介をしたってことで何らかのコミッションが手に入るでしょうね、まあ、つまりは YouTube 活動って思いもやらぬところから収入になるってことが分かるわけなんですよ私も実際あの報酬受け取ってくれてもいいから、うん、私の、ね、欲しいような豪邸とかね古民家を紹介してもらいたいですからねバブルの時代にもう 用を無視して作ったようなね10億円の豪邸がなんか1000万で売られたりとかするんですよ価値100分の1なんですよねでも豪邸感そのままですから <laughs> まあセルシオも景気のいい時代に作られましたけどもでもあの700万800万の当時最新鋭のね車が今本当に100万以下で手に入るんですよねであのハイソサイティなあの応接間のような 社内っていうのは今でも息づいてますからね。うん。いやだからね、中古物件っていうのはいいなと思いますね、うん。はい、じゃあいってらっしゃい。